今回のピボットトークでは、イスラエルの軍事思想、軍事戦略をテーマにお話を伺います。今日はですね、そのイスラエルの、軍事戦略、軍事思想の基本のところも含めてですね、今後の地上侵攻後のシナリオ、その後何が起きうるのかっていうところとですね、あとはイランなどの周辺プレイヤーも含めた中東全体の動きの話もちょっと伺えればというふうに思っております。はい、ゲストにお迎えしたのは、東洋英和女学院大学名誉教授の池田明文さんです。池田さんはイスラエルの安全保障、政治を長らく研究されてきたと。そうですね。西軍関係といいますが、はい、政治と軍事の関係ですね。まずパート1なんですけれども、イスラエルの軍事思想ということで、イスラエルのまず位置関係なんですけれども、イスラエルは人口1000万人ぐらいの、日本でいうと四国ぐらいの大きさと言われてますけれども、はいはい、結構この、経済のところを見て、かなり一人当たり GDP も高いですし、直近の経済成長率も 8% ということで、そうですね。今かなり国としては、かなり好況といいますか、盛り上がっているような時だったんでしょうかね。そうですね。もう7、8年前に OECD に入ってますから、はい、完全な先進国扱いでしょうね。はい。で、なんかスタートアップ大国ってことでも注目されてますが。そうですね。はい。なんでテクノロジーの面でも非常に進化している国っていうふうに。そうですね。特に1980年代以降、いわゆる IT 産業というものに力を入れ始めて、はい、それが、21世紀に入って非常に大きく伸びていると、こういうことなんだと思いますね。そういう意味では国力という意味で、軍事力だけじゃなくて経済力もかなり今、上り調子だったというところ。そういうことですね。そうですね。そういった中で、イスラエルの国防軍、IDF の概要なんですけれども、正規軍がこれ17万人、予備役が40万人、そして今36万人を動員しているということで、このイスラエル国防軍といいますか、イスラエルの国防の考え方の基本っていうところはどういうところにあるんでしょうか。建国されたのが1948年で、はい、でその建国を認めない周辺のアラブ諸国が殴りかかってきて、それで第一次中東戦争になったわけです。その時点でイスラエルと周辺アラブ諸国の、人口でも何でもですね、軍事力も含めてほとんど相手は20倍30倍ですから、非常に量的には劣勢なんですよね。だから、結局、質的に常に優位を保たなければならないという、そういう、一種のオブセッションというのか、脅迫観念みたいなものがあるというのが一つありますね。はい、それで、相手が、それだけ大きいと、その相手は別に戦争仕掛けなくてもですね、行くぞ行くぞって国境線に、タンク並べて脅してるだけで、イスラエルは、要するに、なけなしの自分たちの軍隊貼り付けなきゃなんないわけですね。はい。だから、相手が、そういう形で、イスラエルを脅してくる場合には、基本的にはもう、国民開兵で、すべての、国民を前線に送るぐらいの、そういうシステムを構築すると。だからさっきの話の予備役、これが主体の軍隊になるわけです。だから予備役主力というのは、男女どっちも18歳になると、男3年女2年兵役に行くわけですが、これは要するに正規軍というよりは、この予備役に編入されるための、訓練期間だとみなされるわけですね。だからこれが非常にイスラエルの特徴的なところで、イスラエルの軍人というのは、予備1年に1回、だいたい1ヶ月ぐらい、召集されるわけです、予備役が。毎年呼ばれるんですね。毎年1月ぐらい呼ばれて、その時点時点で最新の、知識とか兵器の扱いとかいうのを訓練されるわけですね。だから予備役に一旦入っちゃったらしばらく遠ざかるんじゃなくて、必ず毎年1ヶ月ぐらいは訓練がありますから、いつでも召集、動員されれば、第一線に立てる、そういう能力を持った人たちで、ただ普通の、会社に勤めてるわけですから、あるいはその普通の産業の、生産年齢人口ですから、みんな。はい、男は50歳とか場合によっては55歳まで予備役についてるわけですからね。女性は結婚したら免除されますが、
それでもかなりの部分は予備役につくと。つまり国民は一旦断れば、はい、その全部軍人として動員される、それが予備役主体の、戦略思想ということになるわけですね。そうすると一般的な国の予備役とはまた全然違うんですね。全然違いますね。そうするとかなり強いと言いますか、訓練はされてる兵ですね。まあ、だから予備役が主力なんです。主力ってことですね。はい、だから、イスラエルがこれまで一番怖かったのは、周辺のアラブ諸国の奇襲なんですが、その奇襲を、まず、前線でですね、とりあえず支えるのが、現役の、まあ、要するに徴兵された人たちが、まず、相手の奇襲をそこで支えて、これを、まあ、援護するというか、相手、攻めてきた相手の頭を抑えるために、空から、叩くと。だから空軍が非常に重視されるわけですね。はい。そうですね。ここにまさしく書いてる。最も重視されるのは空軍ということですね。はい、空軍で殲滅した上で攻めていくっていう。まあ、空軍で殲滅できるとは思わないので、ああ、はい、それは要するに相手を、釘付けにしておくということが、まあ、最初は一番大きかったわけですね。はい、で、その間に、急速に大量に、予備役を動員して、それを前線に送ると。で、そこまで現役兵で持ちこたえてもらって、はい、で予備役が実際に、出ていけばですね、そこで今度は決戦を行う。まあ、決戦を行うといっても、イスラエル非常に狭隘な国、要するに狭い国、で、イスラエルの国内で、決戦なんかやった日にはですね、もうめちゃめちゃになるわけだから、いくら勝ったって、その後国土が荒廃しちゃうので、だから相手を、その攻めてきた相手を、相手の側に押し戻すんですね。はい、押し戻した上で、そこで決戦をして勝つと、うん。こういう発想になりますよね。だから短期で決戦しなきゃならない。で、短期で決戦するためには、急速に大量の予備役を動員して、そして、まあ、国境まで持って行って、相手を押し戻して、相手の領内で叩くと。で、つまり予備役と言っても先ほど言ったように、要するに生産年齢人口ですから、はい、これをいつまでも貼り付けておくとですね、もう国の経済も社会も持たなくなるわけです。はい、短期決戦主義ってのはそういう国情から来る必然的な戦略方針になるわけですね。はい、昨日もちょっとフィナンシャルタイムズのポッドキャストを聞いていたら、スタートアップの会社でも 15% ぐらいの従業員がもう今戦争に出ていっていて、そうですね、結構大変だっていう話が出てたんですけど、そういうふうにもうせいぜい1ヶ月ぐらいなんですかね、短期決戦っていった時のイメージですね。今まではね。ああ、はい。これまで例えば、ガザの ハマスと、最後に大きな戦闘をやったのは2014年ですが、その時は50日だったですね。はい、ああ、はい。それが最長に近いっていうような戦いなんですね。まあそうですね。ああ、はい。わかりました。これ、そもそもの話で最初のところに戻るんですけど、この第一次中東戦争であるとか、これまで重ねてきた戦争に、量では圧倒的に劣っているのに、勝てたというのは、先ほど質の話がありましたけど、なんで今までずっと勝ててきたんですか、イスラエル。一つはアラブの側の、統一が、できなかった。まあ、第一次とか、まあ、二次のスエズ戦争というのは、はい、あれなんですけどね、ちょっと違ってるんですが、はい、軍事的にはアラブは負けたんだけど、政治的には勝利したということになりますが、はい、その第一次っていうのはもう周辺諸国といっても、エジプトとかですね、ヨルダン、シリア、イラクとか、レバノンとか、それぞれ違ってて、はい、その人たちの間で主導権争いが起こって、結局統一的な作戦が取れなかった。そこをイスラエルがついたということですよね。はい、で、第三次中東戦争、この戦争でイスラエルが大きなその占領地を取るわけですけども、はい、もう大勝ちするわけですが、はい、これなんかはもうイスラエルが予防先制的に先に仕掛けて、それで、まあ、勝利を収めたと。で、あとは第4次の中東戦争ですが、これは、ね、1973年ですが、この時にはですね、イスラエルは、まあ、奇襲を受けたんです。特に、エジプトとシリアが、
まあ、調整攻撃といって示し合わせて両方から同時に入ってきたんですね。この時にはもうまあ、イスラエルは非常に大きな混乱に陥って、で、この時は、まあ、ひょっとしたら負けるかもしれないというんで、核を使うかどうかっていうようなところにまで行ったと言われています。はい、まあ、しかし、それでも結局相手を押し戻したわけですから、はい、で、押し戻して、まあ、とにかく負けはしなかったと。こんなような状況ですかね。中東戦争に関しては。そうですね。で、兵力的にも、先ほどの兵力の話ありましたけど、兵器という面でも、やっぱり最新鋭の兵器、例えば米国製のステルス戦闘機があったりだとか、まあ、よく有名なアイアンドームがあったりだとか、はいはい、兵器の面でももう世界屈指なんでしょうか。そうですね。それからイスラエルの強みは、常に実戦に投入してるんです。はい、まあ、要するにバトルプルーブンって言って、はい、実戦で、その実効性が証明されてるわけですから、ただ持ってるだけじゃなくて、はい、あるいはただ訓練で飛ばしてるだけじゃなくて、それはもう実戦に投入して、どういう問題があるとかですね、どういう使い方ができるとかいうのを常に、まあ、試行してるわけですから、これはやっぱり強いですよね。これ核兵器ももう持っているってことはもう公然の秘密みたいなものなんでしょうか？公然の秘密ですね。イスラエル自体は、非常に、まあ、曖昧戦略と言ってますが、はい、持ってるとも持ってないとも言わないと。はい、わけわかんない言い回しで言うと、イスラエルは核を持つ最初の国にはならないけれども、決して2番目に甘んじることはないと。うん、だから何言ってるかわからない。はい、これは。ということは、イランとかがもし持てば、自分たちも絶対持つよっていうか、もうすでに持ってるってことですね。持っていますね。だからそれに対して、エジプトとか周辺のアラブ諸国は、もう中東を非核地帯にしようというような動きを、まあ何回もやるわけですが、イスラエルは絶対にそれには乗ってないですね。そういうことですね。これ中東地域で言うと、まあ、まあ、そういった戦闘力の強さっていうのは結構測るのが難しいと思うんですけど、総合的なそういった戦闘力のところでは中東ではナンバーワンなんですか？おそらくそうでしょうね。あ、はい、基本的にはイスラエルの、戦闘力っていうのは群を抜いてると思いますね。特に、もうイラクが潰れちゃったですからね。はい、サダム・フセインの時のイラクというのは、やっぱり非常に何て言うんですかね。要するに、人口がたくさんあって、しかもそれに、十分な武装をさせられるだけの、お金がないと、はい、強い軍隊を持てない、本来は。はい、だから、エジプトなんかものすごくたくさん人口ありますけど、だけど、要するに別に石油が出るわけじゃないですから、そんなに、大きなですね、戦闘力ではなかったわけですね。イラクはある程度の人口を持っていて、それで、しかも石油が出ますから、そこで十分な戦闘力、まあ、イスラエルと対抗できるような戦闘力を持ってたんですが、イラン・イラク戦争って80年代に8年間続いた戦争で、もう、ほとんど消耗してしまって、はい、そして最後は、湾岸戦争で他国赤軍に、コテンパンにやられるということになったので、こういう状況になると、今や、イスラエルと、これに対抗できるのは国力で言えばイランですね。はい、もうアラブ諸国はもう無理です。そういうレベルなんですね、これアメリカ軍との連携というところは、これちょっと日本人はどうしても日米同盟みたいなイメージで考えてしまうんですけど、どれぐらい密接なんですかね。もちろん兵器をこうやって輸出するとか、そういうところはもう十分あるんですけど。まず、イスラエルが建国されて、はい、その日に最初に、そのイスラエルを承認したのはアメリカなんですね。はい。で、それだけアメリカの政治的な貢献、外交的な貢献というのは非常に大きかった。はい。だから、それ以来ですね、アメリカとは非常に密接なんですが、最近までですね、10年、20年前まで、世界で、最もユダヤ系の市民が多かったのはアメリカだったんですよね。はい。で、しかもそのアメリカのユダヤ系の市民からイスラエルに対して非常に多額の寄付がいったわけです。はい、これはイスラエルが建国された後ですね、
イスラエル経済を支えたのは、そのアメリカの、その、国家の支援じゃなくて、アメリカの、民間のユダヤ系の支援と、それからドイツの、保証金ですよね。はい、こういうようなものによって、イスラエル経済っていうのは、保たれてきたんで、はい、そういう意味でも、アメリカと、イスラエルは、民間レベルで非常に強いパイプを持っていると。はい、だからそれが、両方の、政治に、反映されて、外交上もですね、軍事上も強くなったと、はい、こういうことだと思いますよね。軍事面の連携も非常に強固なんですか？そうです。だから、大体今、ざっくり言って、年間30億ドルとか、38億ドルとか言われるような、これ軍事も民生も含めて援助がアメリカからイスラエルに流れてるわけですが、はい、これのかなりの部分は、武器や兵端で、それはアメリカの中で作られたその兵器や弾薬を、その支援してるお金によって調達してアメリカがイスラエルに送るというようなやり方を取ってますから、それでアメリカの軍事産業も潤うわけですね。あ、はい、そういう意味でもう民間と軍事と両方において非常に密接だということですね。はいはい、で、先ほどもおっしゃいましたけども、短期決戦主義で、まあ、最も注意するのは空軍で、相手を領内に押し込んでということで、だからこそ今回は自分自身の領内に入られてしまったので、衝撃が大きかったということです。衝撃が大きかったですよね。今まで、例えばさっき申し上げた、第4次中東戦争。これは、エジプトと、シリアが、同時にイスラエルに奇襲をかけてきたんですが、この時に戦場になったのは、シナイ半島と、それからゴラン高原って、イスラエルが1967年に、まあ、占領した、占領地ですから、イスラエル本体ではないんです。で、しかも、それは、何週間かでしたから、これについては、それで、かなりの犠牲者は出ましたけども、今回みたいにですね、ほぼ1日で、はい、1400人からの死者が出て、しかも相当数は人質に取られていったと。それが1日で起こったってこと、しかも自国に相手側に浸透されて、それでこういうことになったというのは、イスラエルの国民心理に与える、衝撃っていうのは、これは、相当大きかったと思いますね。そういう意味では9.11よりも、パールハーバーっていう例も出てきますけど、そっちになんか、ニュアンスとしては似てるんですかね？いや、これは、イスラエルにとっての911だと、そっちですか、はい、いうふうに、形容されることが多いですよね。ああ、はい、そうですよね。わかりました。そういった中で、報復主義って話も出てるんですけど、やはりやられたら徹底的にやり返すっていうのがイスラエルの主義なんですか？まあ、だから先ほど言ったように、量的には、1対20とか1対30とかですから、はいはい、それ以上に、相手を叩いてですね、はい、そうしなければ抑止が成り立たないと。うん、相手に、うちを叩いたらこういうことになるよということで、大量報復、これを常に、掲げておかないと。そして、必要とあればそれを実践しないと、うん、デタランスですよね。要するに、はい、抑止の効果がなくなると。はい、こういうことだと思いますが。こいつら怒らせたら、こいつら攻めたら、もう大変なことになるぞということを。そういうことですね。無視させるということですね。それが、まあ、ヒズボラとかにも一回、2016年。そう、2006年に。はい、ごめんなさい、2006年ですね。はい。やったわけですけどね。それと同じようなシナリオ、構図ではあるってことですね。そうですね。そういった中で今、地上侵攻が、まあ、計画が進められようとしてますけれども、この、まあ、今後どういうふうになっていくのか。今、まあ、例えばアメリカなんかはもっと人質をちゃんと救出してからやった方がいいとか、精密に爆撃しながらやっていくべきだとか、そういった意見もどんどん出てきてますけど、今後地上侵攻はどういうシナリオになっていくというふうに見てらっしゃいますでしょうか。だから、地上侵攻で、はい、何を達成しようとしているのかということですよね。はい。基本的にはですね、まあ、ナタニヤフさんとか、そういうのはハマスを潰すんだと言ってます。はい。ハマスっていうのは組織じゃないんです。うん。あれは運動なんですね。ああ、はい。運動体であり、それからイデオロギーなんです。
思想なんです。で運動とか思想をですね、潰すっていうのは無理なんですね。はい、だから、要するにハマスが脅威だとしたら、脅威ってのは、要するに意図、インテンションと、それから能力、ケーパビリティですね。この両者の関数なんですよね。で、先ほど言ったように、これは運動体であるとか、イデオロギーであるとすると、それが意図ですから、すると、ハマスが、そのイスラエルを潰してやると言い続けてるわけですが、これを変えることはできないわけです。そこにハマスのレゾンデートルもあるわけですね。だから、イスラエルとしてできるのは、相手の能力を潰すと。イスラエルを実際に脅かすような、今度なんかも何千発かの、ロケットを飛ばしてきたり、さっきのその、浸透攻撃ですよね。イスラエルの領内に入って、殺戮や、あるいはその誘拐を行ったりと。こういうことができたのはなぜかというと、相手にその能力を与えちゃったからだと。だから、これを潰さなければならない。したがって、そこで問題になるのは一体どうやって相手がそれだけたくさんの、そのロケットを備蓄して、それを、隠してきたかとか、どこから出撃したかとか、いう話になると、これはみんなトンネルなんですね。特にガザ北部に張り巡らされた、トンネルのネットワークがあるので、これをとにかく機能しないように潰さなければならないと。で、これを一旦潰してもまた、再建してくる可能性がありますから、当然その時にはまたもう一回、叩いていく。だから、モグラ叩きのようなですね、そういうことにしかなりませんが、しかしそれでもとにかく能力は潰しておかなきゃならないと。こういうことだと思いますね。これちょっとトンネルの写真も載せてるんですけども、なんかトンネルってどういうものがどれぐらい張り巡らされてるものなんですか、ガザの中で。もうこれはだから、ハマスから言うと完全な軍事機密ですから。はい、ああ、はい。だから、とにかく、その、いろんなタイプのトンネルがあるわけですよね。はい、ロケットの、その、発射機と弾を丸々隠すことができるような。あれ、ひょっとしたらこの中に地下工場のようなものがあって、そこでロケットを生産してるって可能性もありますよね。はい、あるいは今度、誘拐された人質なんかも、トンネルの中に、分散してですね、とどめ置かれてるって可能性も大きいですよね。はい、いろんな使い道をしてるところを見ると、単に、その確率的なトンネルが、ただそこにあるだけということではないだろうと思いますね。だからそれだけに非常に攻める側は大変ですよね、これは。もうずっと探していかなきゃいけないわけですね。そういうことですね。これこんだけ重要な軍事拠点であるトンネルを、これまでイスラエルはなぜ看過してきたんですか？いや、看過したというか、はい、例えば最後に2014年にやったときは、このトンネルを一応は、全部じゃないですけども、はい、その重要な部分は、潰したというふうになってるわけですけども、はい、それが十分じゃなかったっていうことですね。見つかってないものもあったり、ね。それからやっぱり10年すると、潰されたところも再建されてるわけですよね。はい、だから、それで前よりもより強固なネットワークがそこに出来上がったんだと、こう見るべきだと思いますね。それは短期決戦で、まあ、例えば1ヶ月50日ぐらいで達成するのは十分可能だというふうに見てらっしゃいますか？いいえ、それはかなり難しいと思いますね。特に、この、トンネルっていうのは守るに安く攻めるに硬いんですね。しかも相手の、土地勘のあるところでやらなきゃならない。はい、すると、本当にどういう形でやるのか、ちょっと私にも推測できかねる部分というのはあるわけですが、イスラエルの側にも相当程度の犠牲を覚悟して入っていかざるを得ないでしょうね。それからもう一つは予備役を動員してやってるわけですが、この予備役はさっき言ったように日常の職を持ってるわけですよね。はい、
とこの人たちをそんなに長く貼り付けておくわけにいかないので、まず当面の、作戦期間というのは、まあ、せいぜい3ヶ月。で、3ヶ月すると、ちょっと一部を復員していって、で、またそれを埋める形で別の連中を動員するということを、ちょっと繰り返していくようになるんじゃないですかね。これトンネルの戦いというのはもう想像だにできないんですけども、空爆でももう意味がないところでどんどん中に入っていって一対一で戦っていくような感じになるんですかね。まあだからどういうその技術突破をしているのか知りませんけど、例えば小型のAI を積み込んだドローンみたいなものを持ってですね、でそれを先に飛ばしていって索敵して、そして、相手がいるいない。人質がいるいないとかいうようなやつを確認するというようなことぐらいはやるかもしれないですね。その程度の技術はイスラエルは持ってるわけですから。ただその最先端の技術もちょっと使いにくい戦場ではあるということですね。そういうことですね。 あと人質という言葉が出ましたが、人質に対してはどれぐらい配慮するんでしょうか。その命ですね。まあだからそれはイスラエルも可能な限り配慮はしたいわけです。でないと、例えばアメリカなんかの人質もいるわけだし、その他ヨーロッパとかですね、あとタイも20人ばっかりいましたね。だからいろんな国籍の人と、それからイスラエル人いう話ですから、これを最初から見殺しにするような形でですね、作戦を始めてしまうと、これはイスラエルは相当程度苦境に立たされますよね。はい、ここまでやりましたと、ここまでやったけれども、これ以上やるともう作戦目的が達成できなくなるので、やむを得ず、発動に踏み切りましたという、こういうそのアリバイを作らざるを得ないわけですね。イスラエルにとって国際法であったり国際の世論へのそういった気にかけると言いますか、そこはどれぐらい重要なんですかね。これはまあ要するに、国際的な悪評が立つ、あるいは国際的に孤立することと、国家が潰れることのどっちを選ぶかというと、それは当然国際的な悪評をいくら立ってもですね、自分たちが壊滅させられるよりはマシだというのが、国民の一応のコンセンサスにはなってますね。そしてこの収録時点ではまだ地上侵攻始まってませんが、始めることはもう間違いないというふうに見てます。私はそう思います。今はやはりかなり大きなアメリカの圧力があると。で、そのアメリカはイスラエルに、侵攻を思いとどまれと言ってるのではなくて、要するに条件が整うまで待ってくれと。つまりアメリカはおそらくですね、ガザにイスラエル軍が地上部隊を、攻め込ませると相当の、犠牲が出ると。民間人にですね、おそらく万を超える犠牲が出るはずなんで、今の空爆による犠牲者のとは桁が違うような、そういう犠牲者が出るだろうと考えていて、そうなるとこれはガザだけにはとどまらないと。で、これに例えば北方からヒズボラーとかですね、シリアに展開するイラン系の武装勢力とか、そういうのが一緒になってこれに乗っかって入ってくると、もうイスラエルはですね、自分たちの安全が担保されないとなると、そのヒズボラとかそのシリアのイラン系勢力の背後にあるそのイランをですね、直接狙う可能性も排除しきれなくなるので、そうなってくると、これは中東は大戦争の時代に入るので、これが起こらないように、中東の各地点
っていうか、アメリカが重視する戦略的な体制が整うまで待ってくれと、はい、これを整えて可能であればそういうことを抑止する、はい、で抑止できなくて実際に起こった場合であっても、そのアメリカがイスラエルと共同してそういう脅威をですね、その無力化すると、はい、こういうことで今何とかして抑えようとしてるんだと思いますね。はは、今もイスラエル沖に派遣してイランを牽制しているようなところありますけど、それも含めて完全な体制を整える、それはどれぐらいかかるんでしょうかね。まあ数ヶ月の単位では無理ですね。あ、はい、だから数週間でやらないとダメで、出なければイスラエルは飲まないですよ。はい、その上で軍事目的が達成されたとしてですね、その達成される確率は、まあ先ほどの期間では難しいってことでしたけど、まあ今日是が非でも達成はしに行くわけですよね、イスラエルは。した場合の後っていうのは、統治後のその後はどういうふうに？まず最初に、予備役を大量に動員できている期間に、はい、非常に大きな、攻撃を行って、はい、できるだけ、大きなダメージを相手に与えると。で、あとはその掃討作戦をやるわけですね。あっちやこっちに残ってる、抵抗勢力を潰していくと。この時には、だから最初の大動員をしたような、全戦力を、それに当てる必要はないわけですから。はい、で、そういうその、抵抗勢力のポケットを潰した後に、ガザの、統治形態をどうするかということが出てくるわけですが、イスラエルはもう自分たちはガザには関わらないと言ってるわけです。はい、要するにガザはもう勝手に自分たちでやるか、あるいは国連が来てやるか、いうような話になるわけですね。で、現実問題として、西岸のパレスチナ自治政府がもう一回戻るという選択肢もないわけじゃないですが、これはおそらく、武力的にもですね、あるいは一旦そもそも追い出されたわけですから、ガザから2007年に。だからそういう相手が戻ってくるということに対して、ガザの中からどういう反応が出るかということなんかも含めると、やっぱり相当大きな武力の後ろ盾、これはまあ基本的にはイスラエルにならざるを得ないんでしょうが、はい、イスラエルだからパレスチナ自治政府の警察なり何なりを前面に立てて、自分たちは後ろに控えてっていう、こういう形態はオプションとしてはあり得ると思いますね。そのシナリオが一番有力でしょうかね。有力とも言えないですね。結局その戦闘局面がどういうふうに推移して、いかに収拾されるかということと密接に関係しますからね。国連であるとか、そういった国際機関がよりコミットして統治していくっていうシナリオも考えられるんでしょうかね。まあ、だけど国連は、様々に機能分化してるわけですよね。はい、UNRWAとか、WHO とかですね、いろんな国連の機関が今まではそこに入っていて、その局面ではいわゆる人道支援という形で機能してたわけですが、これを実際に全体をコーディネートするような、そういう統治の形態というのは、これは新たに作り出さないと、いう話になりますね。で、これがじゃあどういうふうに可能性があるのかというと、これについてはやっぱり安保理の採択、いうのが必要になってきますので、これもさっき言ったようにどういう形のその戦闘局面の推移というのがあるのか、現状でも例えば停戦決議に関しては、アメリカとロシアがそれぞれ拒否権を使い合って潰れてますから、似たようなことが繰り返されて、結局国連の、
統治のコーディネーターというのが実際には構築されないという可能性もありますしね。わかりました。ありがとうございます。アメリカが、まあ、全体として中東戦略をリソースを割かなくなっているというふうに世界では言われてますけど、それはやっぱ正しいんでしょうか。基本的にはそうですね。アメリカ の, 主要の競合相手はもう中東ではなくて、はい、中国だと。そのアジア太平洋に自分たちの軍事的なリソースをシフトしてこないとならないと。レバノンのヒズボラというのはですね、イランが、まあ、言ってみればお手製で作り上げた民兵集団、イランに手綱を握られているわけですね。さっき言ったようにアメリカが時間を稼ごうとしているその理由というのは、イランをどこまで抑止できるかっていう話で、ヒズボラが全力で2006年みたいなね、まあ、攻撃をイスラエルに仕掛けてくるとなると、ハマスの比じゃないんです。